海老蔵、海老蔵、海老蔵、お前どうしちゃったんだよ。ヒールフリップ100回中何回できるかやってたよな。なあ海老蔵、お前41回メイクしたんだってな。なあ海老蔵、少なくないか。昔言ってたよな、子供に夢を与えるのがスケート人生最大の目標。 Yes, I do。 お前言ってたよな。なあ海老蔵、少なくないか。子供に夢を与えるには80回ぐらいメイクしてほしかった。なあ海老蔵、1ヶ月以内に80回メイクしよう。100回中80回1ヶ月以内にメイクしよう。子供に夢を与えるのが海老蔵のスケート人生最大の目標だったよな。期待してるぞ海老蔵。今回は俺が41回超えてくるから、海老蔵は1ヶ月以内に100回中80回を目指して頑張ってくれ。じゃあ期待してるぞ。はい、現地にね、ちょっとやってきました。まあ、いつもね、見ての通り分かると思うんですけど、トンネルです。ここで今日ね、ヒールフリップ100回中何回できるかっていうのを、挑戦していきたいと思います。で、僕ちょっとね、これ苦手な、トリックなんですけれども、一応ですね、企画がその1日10回でヒールフリップ上手くなるのかっていうのをやってるんですけれども、まあね、動画外でもちょっと練習してて、まあこの100回中何回できるのかっていうのは、その練習してきたその成果がまあ出るのかなっていうところでね、こちらの方もちょっと検証していきたいと思います。海老蔵さんが100回中41回ぐらいだったんで、まあ、先輩としてね、そこはやっぱり41回、42回以上ね、目指して今回やっていきたいと思います。一応ね、これ今回着てきたのがワイワイチャンネル T シャツです、ね、これかわいいカエル描いてるんで、もしね、興味ある方はちょっとワイワイさんの概要欄から飛んでいただいてね、チェックしてくれたらなと思います。まあ、こんな感じですね。ちょっと100回ですね、ちょっと僕ヒール苦手なんであんまりやりたくないですけど、やっていきたいと思います。かなりね、恥ずかしい結果になる可能性もあるんで、ちょっときついですけどやっていきます。いってみましょう。慣れてないから特にきついですね。
あくそ、やべ、3回連続ぐらい失敗してこれね、何回やってると、まず何回やったか分かんない。今、60ちょっとくらい、60いってんのかな。もう体感的には結構やったかもしれないですけど、ちょっとね、きついっすね。うわー、マジきつい。なんかノリでできるやっちゃったんですけど、ちょっとノリじゃ、どうともならんすね。うわ、明日筋肉痛だよこれ。
80ぐらい。1回ぐらい失敗してるような気するね。ってことは、あんねや、30回1回ぐらいしかできてないのかな、実際。ちょっとね、息の荒れ方がね、半端ないよ。きつ。はい、お疲れ様です。今日ね、100回中、ヒール何回できるかってのやったんですけれども、100回中、多分50回ぐらいはできたんじゃないかなと思います。ちょっとやってるうちにね、数分かんなくなったんで、ちょっと後で数えてもうテロップ入れていきたいと思うんで、回数はちょっとここに出てくるような感じですね。まあね、半分ぐらいね、取れたんで、まあ自分としてはね、まあその1日10回のヒールっていう企画というか練習方法、これは意外に効果あったのかなと思います。で、一応ね、そのまあエビゾンさんの100回中40回っていう、まあ、記録もね、越せたんで、まあ、先輩としての意見もまあ少しは保てたかなと思います。で、ちょっとね、クオリティ的なね、ことに関してはちょっとまだまだだと思って、こちらはちょっとまた1日10回、っていう企画を生かしてですね、練習していきたいなと思います。で、まあそうっすね、やっぱね、動画とか見てたら後半がやっぱこれきついんですよ。なんで、海老蔵さんとかの方がね、ヒール間違いなくうまいと思うんで、多分海老蔵さんはきっと下半身強化が足りないですね。多分、まあ、スクワットとかね、した方がいいかもしれないです。まあ、筋トレとか、まあ、ジム行った方がいいですね。まあ、ジムね、今ちょっとコロナで行けないですけど、まあ、ちょっと、筋力つけた方がいいんじゃないですかね。まあ、あとですね、こういうね、企画系もちょっとね、チャレンジしたら意外にね、結構楽しいなっていう感じなんで、もし他のね、YouTuber の、スケート YouTuber の方もですね、やっていただけたら、盛り上がっていくのかなと思います。ね、前ちょっとコラボさせていただいたワイワイチャンネルのワイワイさんとかどうですか、やっていませんか。あとそうですね、ヒズさん、カズ兄さん、マグクロのトム君とかね、やってもらいたいなと思ってるんで、もしね、やっていただける方いたら挑戦お願いします。まあ、なんかね、リレーみたいな、ね、感じでやったらもしかしたら面白いのかもしれないですけど、もしなんかやっていただける方がいたらですね、やってほしいなと思います。じゃあ、今日はですね、もう疲れパンパンになったんでね、もうちょっと今日帰りたいと思います。じゃあ今日はお疲れ様でした。バイバイ。